46番目、平成18年取引主任者からの問題です。では早速始めましょう。はい、本紙に関しましてはこれは丸というねことになります。まず取引主任者のね、事務というか、お仕事のところで非常に重要なところ、これはですね、この問題文にもあります通り、まず35条書面と言いましてね、これは重要事項説明書と言います。ですから、この重要事項説明書にですね、記名、押印をして、いわゆる取引の相手方にね、この説明をするというのがですね、まず取引主任者の大きな仕事ということに、ね、なってくるわけです。で、不動産取引にはね、こういった売買取引のほかに、この問題文にもあります通り、貸借、ね、この建物の貸借といった取引も当然出てくるわけですね。で、当然売買契約の場合も、こういった重要事項説明書、必要になってくるんですけれども、貸借のね、取引であっても、当然、重要事項説明書は必要ということになります。ですから問題文にもね、あります通り、建物の貸借であってもですね、同様にこの重要事項を記載した書面に、記名を押印することが必要になってくるということになってくるわけですね。ですから本紙に関しましては問題文の通りということになります。では以上です。